私は典型を得た。昨晩新たな入隊希望者が数名加わり先制を立てた。皆遥か遠方よりこの地へ旅してきたという。この者たちが今こうして現れたのは決して偶然ではない。なぜならその遠方のキャンプでは我々がかつて南で浄化したような盗賊や殺人者などの罪深き者どもが溢れているというのだ。我々は脅かされている。全員だ。我々は毎日死の影を恐れて生きている。だがその影を作るのは我々を取り囲むフリーカーではない。なぜならあれは神の計画の一部。神が我々に下した罰なのだ。ああ、そうだ、我々に破滅をもたらす敵はフリーカーではなく同じ人間だ。かつてノアがそうしたように人類を救うため箱舟を作った。そう、英知を補完し洪水が収まった時世界を立て直せるようにな。だがこの時代世界が終わりを迎えようと神は海から波を呼び忌まわしき者をこの地から洗い流すようなことはしない。ああ、水の洗礼は行われないのだ。そう、今の時代では我々こそが洪水だ。我々は世界を洗礼する使命を授かった。炎を持ってな。今日我々は神の怒りを買った全てのものに対する聖戦を宣告する。これより北へ進軍し堕落者どもを探し出しこの世界を。オブライン、応答しろ。いるか。準備はできてるな。決行するぞ。今すぐだ。座標だ。送った。今どこだ。クレーターレイクのウィザード島、民兵キャンプだ。ロケットランチャーの向こうか。ああ、まだだ。すぐにやる。終わったら知らせてくれ。邪魔だ。ロケットランチャーを探せ。どこだ。そうだな、タワーきっとあそこだな。よし、いいぞ。でもよ、そのキャンプをやるってのはな。こいつをこうしてこれでよし、ね、サラが待ってる。サラ、少尉いるか。くそ、待ってろ、すぐ行く。ねえ、見張りなら向こうの方でやってくれない？それはできない、大佐の命令なもんで。バカみたいにぼーっと突っ立って。おい、口には気をつけろ。今までとは違うんだぞ。命令に背くなら。誰もいないか。大丈夫よ、いない。よし、作戦は。荷物をまとめろ、逃げるぞ。どうやって、見張りだらけだ。信じろ。オブライアン、山頂に向かう。チャンスは一度だけだ。了解、今から向かう。オブライアンってどこに行くの？説明してる時間はない。全部持ったか。大丈夫、行こう。離れるな。誰かに会ったら。来て。メモ読んでないかなって。ねえ、オブライアンって一体誰なの？言ったろ。オブライアンはお前をヘリに乗せて別れた日に助けてくれたネロの兵士だ。ネロ？やばい、ウィーバーだ。違う違う、そっちだ。容器の方。そうだ。おい、聞いてないのか？
ちゃんと集中しろよ。そこの容器だ。いいな。よし、行け。ほら、落としたら承知しないぞ。まさかウィーバーが助けてくれるなんて。また見張りよ。ここにいてくれ。ねえ、リーコ、迂回しましょう。オッケー。オブライアンってネロのヘリにいた男？まあ、その、話すと長くなる。まずは逃げ切ってからだ。まだヘリは飛んでるってこと？だったら機材や設備だって残ってるはずよ。ああ、確かにそうかもしれないな。オブライアンに直接聞けばいい。もう一人。待って、私がやるわ。気をつけろ。あなた、何をしてるの？あの、ここは誰も通すなって。この私に口答えをするつもり？これは明らかな目…おい！いいぞ。もう一人、私がどかしてみる。気をつけろ。やるな。さあ、もう少しよ。早くブーザーに会いたいわ。それはロストレイクに行きたいってことか？クローバーデールじゃなくて。いえ、ただ生きてると知ったら会いたくて。ブーザーは私の兄みたいなもんでしょ。待って、考えがある。ここは立ち入り禁止です。この私に口答えをする気？士官に対して。おい、な、見事。ああ、うまくやったな。光が差してる。もう少しよ。よし、やっとだ。コーンに着いた。よし、うまくいった。ヘリはどこなの？大丈夫だ、あいつは来る。俺たちはとりあえず。諸君、ここが山頂だ。見ろ、素晴らしい景色だろう。ああ、少尉、この新入りたちに島の案内をしていたところなんだ。これからアークに入るんだが、一緒にどうだ？ああ、諸君、これはウィティカー少尉だ。彼女は敵に有効な毒を研究するチームのリーダーを務めている。裏切り者！おい！待て、少尉！下がるな！人殺しです。私よりそいつを信じるの？前に話したキャンプを覚えてるか？そこのリーダーのアイアンマイク、何わけのわかんねえこと言ってんだ。こんなやつ見たこともない。大佐、信じてくれって。黙れ。よし、話してみろ。この男は本当にスパイなんだ。とんだ言いがかりじゃない。こんな男見たことない。そいつは嘘つきだ。何者かもわからないのに信用するの？俺がどこのキャンプから来たって？嘘ついてるって言うのか？ロスト、なんだ？嘘じゃない。こいつの背中を見ればわかる。何？だろ、背中を。もういい、黙れ。最後の警告だ。では、ことの真相を調べようじゃないか。隣人について偽証してはならない。ああ、クーリ隊、これは8番目の戒律だったか。はっきりとは覚えていません。何を見た？嘘はつくなよ。わかるからな。こいつはロストレイクで女を襲ったんだ。何言ってやがんだって。校長、その時見たんだが、こいつの背中にはタトゥーがある。悪魔信仰みてえな、犬か何かがチェーンを食いちぎってる絵だった気がする。こいつを止めたんだが、酔ってて大暴れしやがった。俺がいなかったらどうなってたと思う？
こいつの背中を見ればどっちが嘘ついてるか分かる。大佐、話がめちゃくちゃすぎて。見せろ。ここに刻まれているのはケルペロス、ハデスの番犬か。地の底から這い出てくるところを見つかるとは滑稽だな。だがお前はケルベロスではない。ディーコン・セントジョン、神の使徒かと思いきや嘘をまとった裏切り者。本当はこいつがキャンプを追い出されたんだ。聞いてくれ、お前は何だ少尉。ネロのヘリが飛んできた時ドリフターと一緒にいたのはどういうことだ。大佐、何のことだかさっぱりよ。確かネロのキャンプから来たんだったな。貴様はスパイだったのか。いつからだ。マッシュ、信じて。私はまた嘘か。ドリフターならまだわかる。ああいう男は裏切るものだからな。だがお前は。大佐、俺だ。俺なんだ。大佐、俺が嘘をついた。ポケットを見てくれ、無線がある。俺がヘリを呼んだ。少尉も騙した。俺と一緒についてくるように。物資の確認が必要だと言ったが、本当は人質が必要だっただけだ。ディーコン・セントジョン、な、応答しろ。こちらネロのオブライアンだ。悪いな、セントジョン伍長は取り込み中だ。待て、誰だ。真実を追い求めると罪なき人間が犠牲になる。悪かったな少尉。二等兵を話せ。サルコジだったか。はい。隊、ドリフターを留置所に放り込め。明日0700に裁判を行い絞首刑にする。少尉、ここはもういい。仕事が山積みだ。さて、ロストレイクキャンプとやらについて話せ。はい、全部話します。少尉、来るんだ。ほら、立て。よし、まだ生きてたな。ざけんな。その息だ。心は折れてないな。なんで、どういうことだ。そのタトゥー、鎖を食いちぎる犬か。珍しいだろ。それで少し調べてみたんだ。その理解したくてな。少尉の入隊時に回収したものだ。おそらくお前のだろう。ああ、そうだ。嫁の名前もベスじゃないな。ああ、違う。ずっと彼女を探してたのか。ああ。なぜと聞いたな。簡単なことだ。お前は嫁のために死に物狂いで生き抜いてきたんだろう。首を吊られるのはあんまりだ。待て、俺を助けたってのか。
それじゃお前らも処刑される。戻るつもりはない。大佐はイカれてる。聖戦や虐殺だの、ついていけん。そうか、じゃあどうするんだ。東へ行く。ああ、リノを目指す。一緒に来るか。いや、戻れはしないぞ。その場で撃たれる。サラを置いてはいけない。それに北にいるアイアンマイクに知らせないと。それはもう手遅れだ。どうして？民兵はすでに出陣している。何？サンティアムさんを通れるようにしてな。まずいぞ。本当に一緒に来ないか？ああ、行かない。幸運を、セントジョン。なあ、クーリー、俺は兵役時代のことを思い出すたびに胸クソ悪くなるんだが、あんたみたいな男の下についてれば違ったのかもな。まだ間に合うかもな。ロストレイクに戻るんだ。北に行ってブーザーとリッキー、マイクを助けないと。サラのことは助けられないが、あいつらなら。本当にすまないサラ。でも俺は絶対に諦めないからな。このままに戻って何とかする。北に行くにはサンティアムハイウェイがいいか。一番早い。もう一発行くか。道はないな。よし。よし。まあ、込めとくか。ほら来い。どうだ、熱いだろ。俺が見えるか。うん。
そ、弾が少ない。そう、弾が！スクラップだ。これで終わりか？
おい、よし、こんなもんだろう。待ってろブーザー、今行く。
通れるようになってる。スキッドたちじゃない。上がれ、隠蔽ども。邪魔だ、そこをどけ。おい、ブーザー、聞こえるか？返事をしろ、ブーザー。ディーク、そいつをこっちへ持ってこい。アーディ、怪我人を運べ。ブーザー、ディーク、生きてて何があるか。お前の助けがいる。中に運べ。たく、急げってんだ。気をつけろ。あと少しでそっちに行く。ブーザー、スキッツに気をつけろ。お前のことを狙ってる。答えてくれ。俺だ、リッキー。アイアンマイク。リコ、おい、お前ら。あいつら逃げるぞ。や
奴らを追うぞ。スキッズはどこだ。誰か見てねえか。やったぞ。俺たちの勝ちだ。早く追うよ。逃がさないで。一人残らず殺すんだ。スキッズはどこに行った。みんな探してるが、どこにもいない。早く行くぞ。大丈夫だ、奴は絶対見つけてやる。ああリコ、よかった、来て。リッキー、どうした。アイアンマイクが撃たれた。いや、何サボってるんだ。釣りでも行かないかと思ってな。食い物がいる。なあ、見つけたか、お前の嫁さんを。見つけた、外にいる。連れてきたのか。ああ、あんたがいなかったら見つけることはできなかった。そら、よかったよかった。会ってみたい、お前が。あそこまでする女だからな、俺のエリザベスも。大丈夫だよ。あ、マイク、マイク、これを飲んで。いや、いらない。まだ。ほら、無理しないで。ディコン、俺は間違ってた。いや、そんなことない。まだ大丈夫だ、マイク。怪我さえ治ればなんとか。俺は間違ってたんだ。間違ってた。お前は。どんな手を使ってもこのキャンプを守る。リッキー。うん、ここにいるよ、マイク。マイク。マイク。そんなことは言いたくないが、アイアンマイクは死んだ。そのマイクは民兵が引き上げるときにスキッズを止めようとして、いつもの調子で奴を説得しようとした。それで、ああ、うるさい、いいから黙れ。これは追悼なんかじゃない。マイクはそんなの望まねえ。俺らにそんな時間はないんだ。なぜなら今日戦った連中はあれで終わりなんかじゃない。まだいる。奴らは軍隊だ。キャンプには大勢いやがる。次に襲ってきたら今度こそ皆殺しにされる。だがそうはさせない。こっちから先に撃って出る。ほら、喋るな。静かにしなって。アイアンマイクはリーコンを信用したんだ。だからみんなも話を聞きな。いや、悪い、無理だ。俺はアイアンマイクじゃない。ただのドリフターだぞ。そう、なら出てく。違う、出てかない。見ろ、いいか。ブーザに俺の部屋に来いって伝えろ。こいつを見てみろ。あるシェルターで見つけた。これって、ああ、トラックが必要だ。でかいダンプカーみたいなやつ。そこに書いてある肥料で満タンにする。硝酸アンモニウム。ああ、そいつをクレオソート400リットルと混ぜるんだ。肥料満タンのトラック爆弾ってことか。嘘でしょ。民兵は島を丸ごと要塞にしてる。洞窟の中には
民間人、労働者、それに入隊を拒否された奴らがいる作業キャンプだってある。武器庫と守備隊はメインゲートのすぐそば。ここを叩けば大佐の民兵は終わったも同然だ。サラはどうする？サラは大佐がアークと呼ぶ洞窟にいる。でも奴らが仲間を殺さない保証はあるの？サラだって他の人も。それは保証できない。だが爆発で大混乱を起こすことができればその隙に俺が潜入してサラを連れ出す。でもうサラだけの話じゃないんだ。大佐は俺たち全員に宣戦布告した。しかも軍隊まで持ってるんだぞ。アイアンマイクたちはこの戦争の最初の犠牲者に過ぎないんだ。俺たちが早く撃って出ないとすぐにやられちまう。いい作戦だとは言ってない。そうだね、最悪だよ。ブーザーどうする？乗るに決まってんだろ。そっか。でも私らだけじゃ無理。そうだな、他に来る奴がいたら一緒に南ゲートを叩け。爆発が起きたら敵は全員メインゲートに集まるからな。うん、オッケー、準備しないとね。むちゃくちゃな奴。よう、どうだ？離れて。よう、ディーク。ああ。よう。なあ、これは何だ？あ、聞いてみな。このトラック、戦車みてえにでけえだろう。ああ。だったらマジで、戦車にしちまえってな。おい、すげえな。ああ、これ、もう使えるのか？じゃ、やってみる？行くよ。ああ、やったね。これはいける。あとは爆弾だ。肥料が手に入る場所なら知ってる。準備できたら連絡するな。分かった。アイアンビュートランチに行けば肥料が見つかるんじゃないかと思ってる。アイアンビュートだと？ああ、あそこにはもうジェッシーやリッパーどもはいねえし、昔はゴルフ場だったんだろう。ならいろいろあるだろう、芝刈り機とか。そういう肥料、確かにな。俺は先に行って場所を確認してくる。終わったら連絡するからトラックで来てくれ。よし、わかった。それじゃあな。連絡できたな。おお、やっぱいたか。いいか、俺は止めようとした。ホントさ、信じてくれよ。俺だってマイクを殺したくなんてなかった。タイ、大佐がすぐに来いと言ってます。分かった、すぐ行くと伝えろ。タイか、随分と順調な昇進だな。別に俺は階級なんてどうだっていい。ディーク、話を聞け。慣れ慣れしく呼ぶんじゃねえよ。分かった、とにかく聞け。クーリがお前を逃がした時、大佐がブチ切れた。あの女、ウィテカ少尉もグルだと思ったらしくて殺そうとしたんだ。おい。ああ、聞いてる。だが俺は言った、
あの女がせっせと作ってる毒薬はフリーカー以外にも使えるかもしれないってな。例えば敵のキャンプの水源に投げ込んでやるとかよ。そうすることでもっと手っ取り早く問題を解決できるかもってな。そんで大佐はその案を気に入って俺にアークを任せた。つまりあの女は俺の部下になったんだよ。わかるか？一体何が言いたい、スキッド。警告したかっただけさ。俺には止められねえ。大佐は全軍引き連れてお前らをぶっ潰しに行くつもりだ。はあ、そうか。俺たちは逃げねえ。あいつが狂ってんなら迎え撃つだけだ。ディーコ、大佐が待ってます。すぐに行くって言ってんだろ。ディーコ、俺は行く。だがウィテカー少尉にはよろしく伝えといてよ。んじゃまた後でな。スキッツの野郎。ああクソ、ありゃフリーカーの大群じゃねえか。リッキーが来る前に何とかしねえとえらいことになるぞ。ブーザー、リッキーに伝えてくれ。ちょっと時間がかかるかもしれないって。途中にフリーカーの餌場があるんだな。そんなの、リッキーと助けに行ってもいいが、どうする？あ、いや俺一人で大丈夫だ。心配するな。俺は一人の方がやりやすい。それにリッキーから聞いたが、あと少しだけ。リッキー、ありがとう。私たちのために戻ってきてくれて。いや、戻るのが遅すぎた。そんなことない。まだスキッツを止められるでしょ。ああ、必ず止める。あの、その
残念だったね。サラのこと、大事な人を2回も失うなんて本当に辛いと思う。まだ失っちゃいない。助けるために爆弾作ってんだ。まあとにかくロストレイクはあんたに感謝してるよ。なあリッキー、分かってると思うが、こうなったのはマイクのせいなんかじゃない。マイクは争い事を避けたかっただけだ。ああ分かってる。よし、今ので最後だな。腐ってね。ブーザーいるか。片付いたぞ。レッキーにトラックを運ばせろ。分かった。おいディグ、後で見せてえもんがある。ああそれより楽しみにしてるぜ。じゃあな。それなんだ。リッキーが作ったんだ。バイクは乗れねえが、これでトラックなら乗り回せる。いいな。じゃあ、あっちに止めてくれ。わかった。よし。あくそ。それで十分だろう。よし、次はなんだ。クレオソートだ。準備できたら連絡する。クレオソート400リットルなんてどこにあんだ。知らない方がいい。リコ、話があるの。どうしたリッキー。民兵が。何？奇襲か。うん、でもまた仕掛けてくるかもしれないってブーザーが。民兵どもめ。わかった、俺に任せろ。はあ、本当助かるよ。ブーザーに伝えとく。またね。ディーゴン、コープランドだ。うまくやってるか。仕事がある。コープランドか。ああ、わかった。時間ができたらやる。じゃあな。やっとだ。いいだろう。
やばいな。断末魔を聞かせろ。俺が援護する。援護射撃だ。行け。どこか物陰に。Thank you.
いたぞ、民兵だ。まだいた。これで全部か。やばいな。よ、リッキー、終わったぞ。よかった、ブーザーも安心するよ。じゃあね。ヘッドショット。